に進めるようになる。爆弾で壁を壊して道を開く。床のスイッチを踏んで扉を開く。家道追跡して
正解ルートを歩むことで先に進める。側につくガーディアンの存在に驚く。動く床に押し戻されて先へ進めない。先ほど入手した本のタイトルを入れる。動くスケベボン。ローラーダッシュを手に入れたら入り口まで戻る。
今度は入り口から西側のルートへ。ユプリケーターを入手して再度扉へ。ダッシュ中はエンカウントしないのでガンガン走る。ブラスターチャージをひらめく、ザック。
常にコンビで出現する強敵、強力な物理攻撃主体で攻めてくる。ブーメランを倒せば戦闘終了になるのだが、ルシエども倒して経験値を稼ぎたい。セシリアが敵の先手を取れるように安納値を上げておく。強烈な一撃、物理防御力を上げて反撃の機会を伺う。
結界の祠へ急ぐ。避難した村人から情報を集める。高い HP と物理攻撃力が脅威のもの。ブラスターチャージ、狙った単体に通常攻撃 100%、 さらに周囲の敵に通常攻撃 25% のダメージを与える。高い攻撃力を生かすようにアーマーダウンを使ってくるので、リフレクトを使って牽制しておく。互いにガードを下げての打ち合いへ。こちらも火力全開で叩く。強烈な一撃。
情報が集まると反転の推移が始まる。推理に失敗したとしても、物語は問題なく進行する様子。アルハザードのセリフには変化あり。対決時は様子見で、単体攻撃しかしてこない様子。
魔族の巨匠へ乗り込む3人。ご視聴ありがとうございました。